ゴ役英栄章は沖縄県の民謡歌手。2017年頃に突如として注目を集めて以降、沖縄を代表するローカルタレントの一人として、テレビ、ラジオ、企業 CM、各種イベントなどで活躍している。沖縄県で活動を展開する芸能事務所 FEC オフィスの中核部門、演芸集団 FEC に所属する漫才師ハンサムのボケ担当、 金城博之の持ちネタの一つ。キャラクターは、金城の相方であるツッコミ担当、中座健太の考案。うさぎの毛並みのようにふかふかと柔らかい角刈りと、異様に太く厚苦しい眉毛と主張の強い法令線。営業中の舞台上にさえ持ち込むセカンドバッグが、トレードマーク。趣味は、文科生から徴収する月謝が振り込まれた、貯金通帳を眺めること。好きなものは、 楽屋弁当、クルザーター、コーヒー、サンピン茶、レモンケーキ、マドレーヌ。苦手なものは、算数、英語、高所恐怖症。首里城敷地内の一角にある、民謡道場、五育流民謡研究所二代目会長、並びに五育流民謡最高師範。二十代の頃に、初代会長にして、 1分の語エ英吉に指示し、その技術を収めて、以降も一切のマスメディア出演を予しとせず、半生を語エ流民を一筋に捧げてきたが、文化生の一人であるよなは、トールの師匠を世の中に出したいという熱意と行動力に負け、とうとう重い腰を上げて、音楽業界に足を踏み出した。英少当人は、沖縄に著作権はないよ、の信念を貫いており、 異文化を寛容に享受、変換する沖縄特有のチャンプルー精神も、相まって流化や苦絶を継承する伝統派民用歌手の立場にありつつも、レゲエやラップ、ブルース、ポップス、ムード歌謡をも取り入れる柔軟、かつ自由活発な創造性によってその音楽性を拡大し続けている。一方、40年以上の芸歴を持ちながら、 沖縄民謡歌手に必須とも言える参戦の腕前には自信がなく、本人も抑える弦を確認しようと目を離したら、もうクンクンしーが追えなくなるさと正直に、つたなさを白状するほか、メディア出演を始めた頃は、気流しの着付けすらも怪しい場面が多々あった。家族構成は A 賞を含めて、男系3世代4名のみが確認されており、妻や母、 祖父母については言及されていない。沖縄民謡界の重鎮という自負もあってかように、プライドが高く、どんな場所に赴いてどんな人物にあっても、わかるよね。と凄みを聞かせ、自分に対して、失礼な振る舞いを取った相手にはすかさず、沈だみするよ。と返す。加えて、年功序列にひどく厳しく、明らかに自分より若い者には、たがしいじゃか。 と問い詰めて歯向かう気力を根こそぎ奪う。60代半ばながら、体力も感性も至って若々しい部類には入るが、やはり身体面の心配が拭えないせいもあって、あんたよかったね。私が若かったら、あんたの人生沈んだみしてたよ。と単価を切るだけで、少なくともメジャーデビュー後に沈んだみされたものは一人も確認されていない。さらに、年長者の立場にあるために知らない。 わからない事象であっても知っているふりをし、いざ問われれば専門知識を持っている者に、じゃあ、君がみんなに教えてあげなさいねと促して、威厳を取り繕い、自分が何かしらの失態を演じた場合は、謝罪はスピードが命の経験則に従って速やかに陳謝する律義で昇進な面もある。これら独特な人柄のせいか文化生との信頼関係は微妙であり、 月末に支払われるべき決社の振り込みが遅れたり参戦を隠されたりしているため、近頃は民用研究所での活動だけでは生活が苦しいらしく、数年前から FEC オフィスでお笑い芸人のアルバイトを兼業している。その折、もろもろの事情で参加を断念せざるを得なくなった、近所の代わりにその相方である中里マイナス1グランプリ2017年大会にコント、 銀行強盗で出場して優勝。持ち前の強烈なインパクトで一気に沖縄県民間の知名度を獲得した。栄章曰く、私が FEC オフィスに雇われていると勘違いしている人が多いが、それは違うんだね。FEC オフィスが我が声区留門カに入ったんだねとしており、これに伴い伝統芸能部門が新設された。栄章が着用している金色の腕時計は、 ロレックスではなくセルフブランドのコエックス。また肌身離さず持ち歩くセカンドバッグの中には予備の小型セカンドバッグが入っており、さらにその中に自身の CD アルバムや参加イベントの出演料などが記された迷彩を入れておく奇妙な癖を持つ。また世に出るきっかけとなったアイサ、A、小説発表の約5年前に喉を患って以来、 過度に熱い冷たい辛い飲食物を自主的に制限して喉のケアに努めている。普段は一人称を山和口の私で通しているが、舞台に立った際の決め文句などでは内縄口のがを使い分けている。自身の民用研究所で五役流の連磨と指導に明け暮れ、世間的には知る人ぞ知る存在でしかなかったものの、戦術の知名度獲得によって死た叩く間に、 売れっ子となり、2018年には、ビレッジバンガードとのコラボ商品が発売され、T シャツが増刷されたりと、雑貨、グッズでも引き合いの強さが証明された。デビューしてからのテレビ CM 出演本数が20本を超え、2018年末に沖縄県内で活動するお笑い芸人では、難しいと言われてきた月収3桁超え達成の事実を、所属事務所の社長、山城地にと、 相方の中座に生放送のラジオ番組内で暴露された。長く金銭事情で苦しい思いをした反動からか、メジャーデビュー以降はステージに立つたびに積極的な PR 活動に勤しみ、その反面で財布の紐をますます固く縛る、土ケチぶりにも拍車がかかっている。特に CD 販売については、5エの CD を買ったと言えるのは10枚からだよと、いささか強引な面を見せ、 新調した角帯や本蛇側のセカンドバッグなど衣装の大半は行為によって譲られたものである。A 賞には直属のクリエイトチーム5役組が存在し、文化生が A 賞抜きで企画会議を開いていることがよくある。A、賞ヨ夜は花屋からの人気の3組が揃い踏みする舞台はプレミアステージと最小され、テレビ番組やイベントでの数回しか実現していない。 沖縄県内でのイベントで英章と花屋からが共演するともなれば会場は開演一時間前から関取の人で早々に混雑し階段にもびっしりと立ち見が出るほどの人気ステージとなっている。夜中が英章を世間に送り出すため楽曲の提供からアルバムのプロデュースまで手掛けて作り上げたファーストアルバム5エク英称大全はタワーレコードのバックアップもあり P ワインレコードより全国発売となった。本人以外、すべて本物であり、歌と笑いを織り交ぜた実験的作品となっている。iTunes の歌謡曲部門でも1位を獲得。ビクターエンタテインメントのコンピレーションアルバムにより、ナだちたる沖縄民謡楽曲に並びデビュー曲、アイサエ小説が選曲された。 所属事務所のレーベルコンピアルバムが2018年10月31日に発売され、その中の収録曲として、新曲、マドレーヌ説を発表している。クワッチーノイズ・ビクター・エンターテイメントアイサエ小説、モルトク・クッキー。サカイショコラ。タガシージャカ・ナンジグ・トールムンが、マドレーヌ説わかるよねクドキ、ゴエク・エーショーは常に用意集とフィーチャリング MC。 ゴサマルゴエクエイチンダミクゼツ、ベストヒット。沖縄ソングス、ビクターエンターテイメントアイサエ説収録。ゴエクエイショウ大ピーバインではアイサエ説、アイサコーヒー説、ゴエクエフィーチャリング前川守ケンタガシージャカ、ゴエクリュ体験レッスンレモンケーキ説ゴエクリュマーチフィーチャリング舞踊集団花屋からチビー、ズゴエクエブルースゴエクエの負けじ魂。 何グぐール文が、ご役く温度入りは愛され小説、沖縄県内のテレビ番組、沖縄県外のテレビ番組、主な特別番組等、ありがとうございます。